はい、皆さんこんにちは。今日は福井県の福井駅に来ています。この福井駅、現在新幹線がもうすぐ開業するということで、反対側のところかなり工事が進んでいます。またちょっと正直かなりびっくりしてるんですが、福井のタクシー、これ普通のタクシー並んでるんですけど、レクサスの LS だったりとかクラウンのマジェスタが止まっているってことで、ハイヤーみたいなタクシーが大量に並んでいる。なんかこれどうなってるんですかね。こういう駅正直東京でも見たことがありません。さあ、そんなタクシーとか新幹線の話を今回したいんじゃなくって、今回は世の中の中でもかなり珍しい駅をご紹介していきます。いや、珍しいってそれはいっぱい駅あるでしょうって話をされてしまうかと思いますが、今回ご紹介する駅っていうのは、営業日数と利用できる人が限られたかなりレアな駅です。さあ、どういう駅なのかって言いますと、営業日数は年間でわずか1日だけです。なおかつ使える人っていうのもその駅に関係する人だけです。はい、そういったかなり条件が限定的な駅、福井駅にあります。なんと案内にも出ていないそうです。ということで、そんなかなり珍しい福井にある駅を今回はご紹介していきたいと思います。では今回もよろしくお願いします。はい、ということで改めて福井駅、今回は福鉄と越前鉄道に関係する駅に行ってみたいと思います。これ今福井駅なんですが、実は路面電車にとって福井駅ってちょっとなんていうか足が出ている駅になっていまして、越前竹富から田原町っていうところが路面電車になってるんですが、福井駅まで来る列車って実は結構限られておりまして、福井から路面電車乗る場合、福井城市大名町というところまで行った方が良かったりします。時刻表を見ていただいてもこのように1時間に2本ぐらいしかここにはやってきません。ですので今回はまず福井駅ではなく、この次の福井城市大名町というところに移動をしていきたいと思います。はい、ということで福井城市大名町というところにやってきました。まあ、大体福井駅から歩いて5分ぐらい、まあ、正直でちょっと走ったんですが、はい、でこの奥のところを見ると大きな交差点があって、その交差点が左方向と右方向に分かれています。今左側に止まっているのは福井駅経由と書いてありますように、左側つまり福井駅の方に走っていく列車です。あ、ちょうど今信号が列車だけになっていまして、福井駅に行く場合はここを左にずれていくっていうのがわかるかと思います。なお、まあ、あの列車なんですが、昔は岐阜を走っていた名鉄の路面電車だったりします。あ、ということで、まあ、曲がったりっていうのがいろいろ大変なものでして、福井駅の方は本数が少なく、この直線の方に基本的に多くの路面電車が走っているということになっているわけです。さて、ではここで路面電車今回乗っていきますが、今回僕が乗車をしていくのが、というか目的地なんですが、鷲塚針原というところになっていまして、ちょうど田原町、なんか田原町というとやっぱりまた銀座線みたいな感じがするんですが、この右の方の方面行きに乗っていきます。で、これ見てください。今僕路面電車のホームにいるんですよ。はい。路面電車のホームにいるんですが、次の列車がなぜかですね、急行って書いてあるんです。皆さん気づきましたかね。はい、急行の路面電車ってそんなのあるのっていう感じがしますが、っていうか表示されない。あ、ありましたね。はい、急行鷲塚針原行き、もう意味がわからないです。ちょうど時刻表のところを見ると、なんか路面電車にしてはやっぱちょっと本数少ないですね。うん、まあどこのホームだったとしても、やっぱり15分に1本ぐらいしか来ないんで、少ないんですが、まあそれよりもですね、1時間に1本、この謎の急行。はい、今列車やってきましたが、ワンマン急行鷲塚針原行き。ちょっと意味がわからないこの路面電車、これに乗車をしていきます。いや、どう見ても路面電車にしか見えないわけですが、いよいよ福井城市大名町を出発していきます。ここで少し車内をご紹介していきたいと思います。まず車内、運転台からご紹介をしたいんですが、運転台もこれどう見ても他の路面電車と同じようなものがついています。ただ路面電車にしては少し複雑な装置があるようにも思えます。ただ奥のところ見ていただきますと、走っているのはやはり平洋軌道で、どう見ても路面電車です。速度のところも40キロぐらいと、まあ、やっぱり道路かなというところであまり速度は出ていません。ここで路面電車の路線図を見てみると、この列車は福井鉄道と越前鉄道で乗り入れをしていて、越前竹富から鷲塚針原までがこの列車の走行区間となっているようです。ここでは左側、鷲塚針原と中津の駅をご注目ください。中津のはグレーですが、路線
津城中洲の次は鷲塚播磨になっています。車内のところ黄色の車体と同じく黄色を基調としたボックスシートになっていて、座席がふかふかでまるで京阪の特急のような車内となっています。さて列車なんですが、まもなく田原町駅に到着をしていきます。ここでは前方の線路のところ踏切にご注目ください。今のところは路面電車併用軌道ですが、奥のところ踏切を使う他の列車もこの田原町に入るようです。また左下の保安装置緑を点灯しているところにもご注目ください。この保安装置後ほど重要なポイントとなっていきます。さて広島でいう西広島のように併用軌道から専用軌道のように入ってきました。この先どうなっていくんでしょうか、非常に気になるところではあるんですが、まずは田原町駅に路面電車入線をしていきます。ではこの田原町駅見ていただきたいんですが、この田原町駅2面2線となっているようです。右のホームは低床用路面電車用のものにはなっていまして、手前の踏切もいかにも路面電車テイストなんですが、反対側を見ると大きい列車用のホームというものが置いてありまして、かなり高さを感じます。愛媛県伊予鉄道小町駅みたいなハイブリッドなホームになっています。ただこの奥の大きい列車の線路がだんだん近くに来ているような感じがします。さて列車田原町駅に到着をしますと、乗務員交代が行われました。まあ、これは単なる乗務員交代なのかなと思うんですが、この先を少し見ていきたいと思います。さてでは乗務員交代後の運転台の様子をご紹介します。この画面を見ていただくと、画面の表示が上越前という表示になっています。その他は特に変わってはいなさそうですが、ただ左側先ほどの緑のライトを点灯していた保安装置のライトが白色を点灯しています。これも越前というところに変わっています。前方を見ていきますと赤信号、この先路面電車としてはかなり珍しい乗り入れを行います。ここでの乗り入れは広電の宮島線とは異なり会社が違う乗り入れです。なんと大きい列車と同じ線路を走っていきます。そのため信号で動くようになっています。ということでここで福井鉄道から越前鉄道に変わりまして、前方の線路を見ていただくと右側から大きい列車の線路が合流です。これで田原町駅の前に見えた踏切の線路と合流、右の大きな線路も越前鉄道として福井駅方面からやってきている線路です。この先は併用軌道ではなく専用軌道を通っていよいよ終点の鷲塚播磨まで走っていくよという形になっていきます。さてこの列車専用軌道に入ってからは路面電車規格ではないためかめちゃくちゃ揺れます。縦揺れが激しい。さてここで大きい列車とのホームが一体どうなっているのかをご紹介していきたいと思います。この区間は昔からありましたので最初は大きい列車用として作られています。まず駅に入ると大きい列車用のホームをそこそこの速度で通過をします。このホームはさすがに路面電車にはかなりきつい高さになっておりまして、その後奥に低床用のホームっていうのが別で用意をされています。この路面電車用ホームは後から付け足されたホームなのでかなりきれいめになっています。もちろんこの新しいホームは高さ的に問題はありません。この謎の乗り入れは2016年から行われるようになりました。ですからまだ5年目ぐらいです。この乗り入れのために田原町から鷲塚播磨までのほとんどの駅が延長等の工事が行われました。まあ、相当大きなプロジェクトだったのかなというふうに思われます。また各駅では路面電車用の停止位置目標も別途用意をされていました。工夫を凝らして路面電車の場所を確保した駅もあります。例えば延長ができない場合、目の前の駅が両側が開くような構造に見えてはいるんですが、右側のホーム見ていただきますととても降りることができなさそうなホームになっています。ホームの長さを伸ばせない駅では両サイドに後から路面電車のホームを付け足しました。このような視点から見ると普段乗っている大きい列車高さがいかに高いのかがわかるのかなと思います。ここまでホームの高さ感じられる駅は他にあまりないような気がします。この駅では左側に別に路面電車用のホームっていうものが用意をされていました。福井には、今回のテーマ以外にも面白い要素がたくさんありました。
てこの列車は新田塚駅を出ると次は鷲塚播磨まで停車をしません。なんと途中駅を通過するイベントが発生してしまいます。さあではここでは路面電車の速度をご紹介していきたいと思います。右側速度計にご注目いただきますとまさかの60キロ以上で走っています。実は最高速度は70キロになっているようでして、この速度は併用軌道では決して見ることのできない速度となっています。今走っているように鉄道の用の走っていうのもガッツリと渡っていきます。揺れはなかなかひどいわけなんですが、この列車は日本一速い路面電車のようです。車窓も路面電車とは思えないようなローカルな雰囲気となっています。さて橋を渡りますと中津野駅を通過していきます。いや路面電車が駅を通過してしまいました。まあ今の駅なぜ通過したのかと言いますと、路面電車用のホームが用意できなかったため通過せざるを得なかったという事情になっているようです。まあ、とはいえさすがは急行駅を通過してしまいました。さてここまで駅を通過するようなんてお話をしてきたわけですが、いよいよ本題に入っていきます。左側のところ木に隠れてはいますが、何らかしらの施設があるように見えてきます。列車はまだ停車をしようとはしていません。この先左手側にご注目ください。最初にご紹介した路線図では次は鷲塚播磨にはなっているんですが、なんと前方左謎の駅が見えてきました。白い線だけ引かれている路線図にない駅を今通過をしてしまいました。この駅こそ今回ご紹介する年に1回関係者しか使うことのできない幻の駅となっています。いやこれ一体どうなっているんでしょうかということで駅を通過をしていきました。ではいよいよ終点の鷲塚播磨に到着をしていきます。この鷲塚播磨到着時にいよいよ左側大きな列車が登場しました。ここでポイントを分かれていくので大きい列車と同じところを走ってたんだよっていうのが分かるかと思います。同じように見えてサイズ感かなり大きくなっています。どうやら左の列車はこの駅で路面電車の待ち合わせをしていたようです。路面電車は2両なんですが大きな列車は1両となっていました。到着後すぐに列車出発していきます。ではこの列車を降りていきたいと思います。はい、ということで福井城市大名町から約17分、終点の鷲塚播磨というところにやってきました。はい、ということで、まずこれやっぱり驚くのが急行列車です。急行列車ってことでさっき駅を2つ通過をしたと思います。中津野という駅となんか不思議な駅を1つ通過して終点の鷲塚播磨までやってきています。日本本当に多くの路面電車走っていますが、急行という種別を名乗る路面電車って正直ないと思うんですよね。ですからかなり珍しい光景だったっていうのがお分かりいただけたのかなと思います。でこの路面電車自体はこの先もう進んでいけないようになっています。まだまだ三国港というところの方まで越前鉄道続いていくんですが、路面電車の乗り入れはどうやらここまでという風になっているようです。でもう一つですね、やっぱりびっくりしたのが田原町です。田原町で何と合流したか、さっき鷲塚播磨で行き違いを行いましたが、そう左側一般の列車規格の列車と同じところをこの路面電車は走っていくんですね。もうなんだかなんだかわけがわかんないところなんですが、これが福井です。福井の田原町というところから鷲塚播磨というところまで基本的にはこの車両だけってことみたいなんですが、路面電車と大きな列車が一緒に走っていく、それがですねこの鷲塚播磨までの区間となっていて、それでこれですね、越前鉄道三国あわら線、それと福井鉄道福部線っていうのがこの田原町のところから乗り入れてきているよということになっているわけです。ですからここの区間は一応2つのラインが引かれているんで、何線名乗ってるのかは正直ちょっとよく分からないところではあるんですけれども、まあ、でもですね少なくとも大きい列車のところに入ってきたっていうのが分かるかと思います。でこの時刻表を見てみるとだいたいですねやっぱり本数が少ないんですね。福井駅と同じくでこの先三国港方面っていうのは1時間に2本しかいません。でこれです、福井方面っていうのが1本やっぱ追加されているんですね。はい、あおまけにこのキーボーとかっていう列車っていうのは結構限定的で、この黄色の列車ですね、はい、かなり限定的で運用をされているようです。1日3回1時間に1本ほど、この列車が直通列車っていうことになっているんですが、さっきやっぱり通過駅があったんですね、中津野駅。ただ中津野駅通過時に皆さんご紹介したと思うんです、紹介したと思うんですが、
ホームが基本的に大きいホームしかありませんでした。多分これ通過っていうのはホームがちっちゃいホームやっぱ設置するために場所とかがいるので、それが無理だったからまあ通過ってことになっていて急行っていうのを名乗っているのかもしれないんですが、まあ、にしてもこれ不思議な列車、今度は越前武生行きに変わりましたが急行列車の路面電車に乗って鷲塚播磨までやってきました。まあ、改めて少しだけ鷲塚播磨ご紹介をしますと、一番右のところ新しくなっているところっていうのが急行の越前武生行きが発着するホームになっていて、これを渡っていくと踏切、これはすごく綺麗なんですが、左側にやっぱ新しく設置をしたっていうのが分かるような線路になっていて、右側の方に来るともうこれねかなり古いっていうことで踏切注意だったり、踏切の遠くにこれは古そうですよ、はい、古そうなランプがついているこれ踏切、これが鷲塚播磨駅となっていて、ここはやっぱり木のですね枕木になっているんですね。ですからさっきまですごい低いところだったんですけれども、これを登っていくとすごいなんか見下ろすような形で路面電車を見ることができると、そういった話になっているわけです。いやすごい高いところですね。ちょうどあの線のところまでぐらいがこのホームとほぼ同じ高さになっているんで、路面電車を上から見下ろすような気分でここでは見ることができます。これは昔宮島ボートレース場前でも見たんですが、そういった気分ですね。でも実際に宮島線とほとんど同じような形で入ってはきているものの、宮島線はもう大きい列車は運転をしていないので、そういう意味で言うと福井がなんていうか復活をさせたようなところになっているのかなと思います。さてでは今回年に1回しか営業されず、なおかつ関係者しか使うことができない駅、それはここまでやってくるうちの2つの駅の1つとなっていまして、ではそこに移動をしていきたいと思います。まずこれを見てください。鷲塚播磨と書いてあって、右が太郎丸、エンゼルランドって書いてあるんですが、左側は中津野です。次は中津野、つまり1つしか駅がないわけです。ですが、はい、ということでじゃあそこまで歩いていくことができますので、少し移動をしていきたいと思います。もちろん路面電車だけではなく、先ほどご紹介した大きな車両にも謎の駅の記載はありません。中津野と鷲塚播磨の間、ナンバリングもついていますが連続をしていて駅が全くありません。これを皆さんぜひ覚えておいてください。では続いて鷲塚播磨の駅舎もご紹介していきたいと思います。木で作られた駅舎となっていますが、無人駅になっています。ただ窓口の痕跡のようなものはありました。次の列車を知らせるランプっていうのはローカル感を醸し出しています。手前のところ駅の中、時刻表や運賃の説明が中心となっています。左側のところを見ると駅の中に急行の案内がありました。福井鉄道との連絡ということで、9時台から17時台まで1時間に1本往復ということで運転をしています。通過欄のところを見ると田原町までの福井鉄道区間で多く通過をしていて、越前鉄道は1駅のみということで、福井鉄道路面電車内が急行という扱いになっているようです。はい、ではなんだか駅舎があって有人駅っぽい雰囲気はあるんですが、無人駅な鷲塚播磨駅から右側に少し移動をしていきたいと思います。鷲塚播磨というところを出て右へ福井駅方面へって歩いてるんですが、めちゃめちゃのどかでいいですね。いやーかなり落ち着いた雰囲気、なんか山の中みたいなところと田んぼに囲まれてっていうところを歩くことができます。こういった空気っていうのもやっぱり結構捨てがたいなっていうところなんで、ぜひこういうところも皆さん探してみられてはいかがでしょうか。お、もう少し歩いてきますと踏切を発見しました。なんかこの踏切の音っていうのもかなり独特なんですが、あ、ちょうど列車がやってきました。これが2両編成ですね。越前鉄道の列車の7000系っていう車両で、なんかこの列車の表記がすごいなんか阪神みたいに見えたりするんですけれども、まあ、なんかかなり特徴的な列車でも、あの大きい列車と路面電車が一緒に走っていく、なんかこの橋脚じゃないですね、架線柱も木なんで、すごい独特なことするよねっていう感じですね。でこの左側のところ見てみますと謎ですね。踏切のあれはプレートでしょうか、よく壊れちゃったりするんでしょうか、なんかわからないんですが、こういったプレートみたいなものと大量の砂利が置かれています。はい、ということでさっきの踏切からもう少し右側に移動をしていきますと、なんだかホームのような構造のものが見えてきました。はい、仮設みたいな雰囲気もしますが歴史はありますね。
はい、これが皆さんに今回ご紹介をしたかった年に1回関係者しか使うことができない駅、仁愛グランド前駅です。仁愛グランド前、一体なんだって話だと思うんですが、これ右側を見ると仁愛女子高等学校記念グラウンドと書かれていまして、これは仁愛女子高校っていうののグラウンドがどうやらここにあるようでして、ここで年に1回学園祭があるんですって。で、学園祭があるときに仁愛高校の女子高校の本体っていうのはもっと違うところにあるんで、そこから皆さん学生の方が移動するために用意をされている駅、これが仁愛グランド前駅だそうでして、ですから何が関係者なのかっていうと、仁愛女子高校の関係者しか使うことができない駅となっていて、なおかつ学園祭ですから年に1回しか開かれませんので、ここのなんていうか鎖が解けるのは年に1回だけ、おかげで結構ボサ草ぼうぼうなんですね。はい、まあ、これが実際に駅が使われるときは草が刈られるのかどうかっていうのはちょっとよくわからないところではあるんですが、この左側の仮設駅、いや本当はホームのところとかも行ってみたかったところなんですが、それはちょっと残念ながら行くことができないようでして、まあ、それはさっきの前面展望から見ていただければいいかなと思うんですが、実際になんか停止位置目標だったりとかは特になかったように見えました。白い線だけが引かれている本当にシンプルな駅です。これが福井仁愛学園というふうにまあ書いてあるんですが、これも学校の敷地内なんでしょうかね。正直ちょっとよくわかんないんですが、で結局この駅今奥見ていますが、やっぱり停止位置目標とかは見当たりません。さっきの中津野駅というのは列車の駅のナンバリングにもしっかりと入っていましたし、鷲塚張原の次は中津野になっているんですが、仁愛グランド前駅っていうのは一切そういったものには出てきません。まあ、それは何かっていうと、やっぱり関係者しか使うことができずに、なおかつ営業日っていうのが年に1回しかないんで、もうそれに組み込むと正直よく分かんなくなっちゃうよねってことになっちゃうので、これは組み込まれておりません。いや、四国の対馬宮っていう1年に1回しか営業されない駅っていうのがあるんですが、それもびっくりな駅、これが仁愛グランド前駅です。せっかくなのでここ越前鉄道の列車が通過をしていきます。その通過シーンも見ていきたいと思います。まずやってきたのは7000型なのかな、はい、普通列車です。ワンマンの普通列車なんですが、駅をズズンと通過をしていきます。さあ、この後もう一本あの列車も来ます。その通過も見ていきたいと思います。はい、ということでもう一本やってきました。いや、さっきの列車と比べてみると、いかにですね揺れがひどいっていうのと列車が短いっていうのがわかるかと思います。はい、ということで普通列車サイズの駅を大きいちっちゃいね路面電車がビュビュンと通過をする、そんな様子っていうのもここでお届けすることができました。はい、ということで今回は年に1回しか営業をせず、関係者にしか利用もされません、ですから路線図にも載っていないっていう謎の臨時駅、仁愛グランド前駅を皆さんにご紹介しました。この駅が営業してる日によし乗ろうって言ってここに来たとしても、大ながら乗ることはできないんですが、まあ、でも駅にもないよ、路線図ですね、紹介にも一切ないような駅が実際に存在している、そんな不思議な光景っていうのは、それも福井から30分ぐらいで、もちろん列車の接続はありますが見に来ることができるってことなんで、皆さんもよかったらこんな仮駅見に来られてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。